自分が無能なのか判断する方法を教えてください。自己分析って難しくないですか。自分が無能だと思ってる人は大体優秀ですよ。結局その頭の悪い人って自分が頭が悪いことがわからないんですよね。あのバカは自分がバカであることがわからないからバカなんですけど、頭のいい人の自分の限界を知ってるんで、この人には絶対これ勝てないよねとか、なんだかんだで僕はここの能力はないからそんなに優秀って自分で言えないよねっていうのがあるので、なので自分が無能であるというのを自覚するというのは結構悪くないことじゃないかなと思うんですけど、その生まれた時から本当にめちゃくちゃ頭が良くて超優秀っていうその自己認識が正解な人って、なんか1億人に1人か2人かいるかもしれないですけど、めったにないと思いますよ。